いよいよゲーム始まります。16歳の木原、2年ぶりの決勝進出か、それとも石川佳純、2年連続9回目の決勝進出か。まずは木原のサーブから始まりましたが、まず石川選手のレシーブですね、はい、木原選手のミドルに攻撃して足を止めさせてからの攻撃でしっかりコース取りがいいですね、はい、ここは木原に入ります。そしてサーブが変わります。1本目から石川選手、はい、バックに長いサービス出しました。あ、はい、木原選手バック面表ソフトなので長いサービスですね、要所要所でバックに長いサービスもう1本出しました、はい、今は待ってレシーブできてますね木原選手。ここは打ち返した形になりました。この辺りは石川のポイント。石川のポイントになります。石川選手、木原選手のバック側にですね、はい、深く切るツッツキも含めてですね攻撃してますので、木原選手は台との距離感ですね、はい、前に突きすぎると詰まってしまうので、ある程度1ゲーム目の早めにしっかり自分がプレーする距離、台との位置をですね、はい、確認しながらやった方がいいですね。このあたりを修正していけるかということになりますが、ここまた石川のポイント。なかなかちょっと思う通りいかないかなというような感じになっています、はい、木原です。そうですね、木原選手のボールに対してうまく石川選手対応できてますね、はい、そして今少しゆっくりなボール最後返しました、はい、緩急つけた攻撃も非常にいいと思うんですね、はい、ここで一度止めた形になりまして木原のポイント。この後打ってきます。少し流れが変わってきたか、少しずつ、はい、台との距離ですね、自分のプレー位置を確認しながら、はいはい、できていると思います。また長いサービスをバック側に出しました。しっかり読んでますね、はい、その後木原選手がフォアサイド、石川選手のフォア側に送ったんですけれども、石川選手やはりフォア側に来るのを待ってますね。その辺りはお互いさすがに手の内が分かっているという、はい、そうですね、はい、今もミドル攻撃をですねしっかりと対応できてますね石川選手。まあ、こういった戦術試合前にそうですね考えて入ってますね、はい、体の正面には来たんですがしっかりと打ち返しています石川。ちょっとこの辺りはなかなか乗り切れていないか。木原のサーブ、これも返してくる。石川のポイント、うまく対応してます石川選手。はい、チキータからのですねフォア側に攻撃をですね今読んで回り込みで攻撃してます、はい、2ゲーム目以降のことを考えると、はい、フォアで回ることもあるというのを相手にやはり頭に置かせるということで回り込みもいいんですね。ここは今入りました。石川に入りまして、まずは1ゲーム目27歳石川が取ってゲームがスタートしています。1ゲーム目石川選手の入り方良かったですね、はい、やはり試合前に戦術を組み立てる中でしっかりとフォア側に来るというのをもう頭にありますので、木原選手のボール打球点早くスピードもあるので、はい、しっかりフォア側に来たボールに対しても台から下がらずに石川選手は対応できてました。あ、まあ、そういったところで1ゲーム目取れたのは非常に大きいですね。木原選手も攻めてはいるんですけれども、はい、コース取りというところで石川選手にコースも分かってしまっているので、そうですね、木原選手からすると
一歩目にフォアサイドに持っていくのではなく、もう少しミドルであったりコース取りの工夫がこれから必要になってくると思うんですね。ーサービスもやはり、まあ、分かってるということで効かないので、はい、思ったような3球目攻撃も今できてないんですよね、はい、そしてレシーブバックに長いサービスを多く出されているということで、まあ、やはり手の内分かっている状態なのかなというふうに思うんですね。さすがに経験豊富という石川がまずは最初のゲームを取りました。さあ木原、この2ゲーム目巻き返しがあるのか。弱いボールというところを送ってきたんですが石川にポイントが入ります。今も3球目ですね、バックに深く突っついてます、はい、バック側そうですね、しっかりと攻めてますね石川選手。連続ポイントでスタート。なかなか気軽のリズムになりません。そうですね、はい、思ったような3球目攻撃ができてないですね。この後1つポイントを返します。でこの石川のサーブです。まだバックハンドが思うようなスイングできてないですね、はい、164センチからこのパワーのあるそのバック昨日はかなり決めていたんですが、キャラどこでリズムを掴んでくるか。もう石川にポイントが入ります。1ゲーム目バックに長いサービスを多く出されているので、はい、木原選手の中でバックに長いサービスいつ来るのかっていうのが頭にあるので、やはりフォア前のサービスに対しても少し反応が遅いんですよね。はい、ここは打ってきます。今のように回り込みをして少し流れを変えたい技術なので、はいはい、いいと思うんですね。少し今バックがまだ入ってないので、はい、今もそうですね、もったいないです。石川のポイント。そしてサーブをどこに打ってくるか。今度は深いところに来ます。こういった形になると、はい、木原選手やはり苦しいので、分かっていても、はい、3球目攻められてるんですね。これ持ってきて、ただここ決まった。キャラです。なんとか流れを引き寄せたい、はいはい、プレーですね。今最後上からしっかり叩きつけるミート打ちだったので良かったですね、はい、激しいラリーになりましたが、ここはまたキャラのポイント。今のように少し石川選手台から下げるようなコース取り、はい、1回ミドルについてからの両サイドというのもいいですね。ただこの後連続ポイントにならないので、波に乗れない状況ですね、木原選手としては、はい、石川選手がそうさせてないのは非常に素晴らしいですよね。そして非常に多彩なサーブ、まあ、フォア前というところに送ってまいりました。やはり1ゲーム目のイメージというのもかなり残ってますか、はい、そうですね、はい、バックに長いサービスがあることによって、はい、フォア前のレシーブが甘くなってしまうんですね。このレシーブから確かになかなかリズムを作ることができません、はい、これ1つ返しています。ただゲームポイントは石川、粘っていけるか。なんとか今のように足を動かしてですね、はい、しっかりバックハンドの位置ですね、打つ位置をどの位置にするかというところを決めていきたいですね、木原選手は。
少し対応を変えてきた木原。また打ってくる。ここで決めてきました、石川佳純です。2ゲーム連取となりました。このゲームも石川選手のサービスの組み立てが良かったですね、はい、1ゲーム目長いサービスを多く出したことによって、はい、木原選手のレシーブが非常に甘かったかなというふうに思うんですね。そして木原選手のサービスも石川選手がうまくレシーブできているので、はい、自分から先に攻めるというパターンがあまりなかったんですよね。そしてバックハンドの自分の打つ位置も、はい、今まだ少し定まらない状態でプレーしてますので、はい、まあ、ラリーの中でも非常に苦しいラリーが多かったかなというふうに思うんですね。やはり今のところは石川選手の戦術というところが非常にうまいかなと思うんですよね、はい、まあ、なんとか、はい、まあ、苦しい中でもこう流れを変えるような一本木原選手は入れていきたいんですけれども、サービスも今そうですね、はい、チキータであったりされてるので、もう少し長いサービスを多く使ったりという、はい、木原選手もそうですけれども、そして両ハンドで3球目を待ったりということで、もう少しシンプルにプレーした方がいいかもしれないですね、はい、4ゲーム先取で勝利という中でまずは2ゲーム取った石川佳純です。3ゲーム目今度は木原のサーブから始まります。今も分かって3球目攻撃してるんですけれども、はい、ミスしてるところでまだそうですね、苦しいですね。ちょっと何か心と体うまくバランスが合っていないようなそんな雰囲気になっています。そしてこの石川の、サーブから決まります。レシーブも今ナックルレシーブ、そしてミドルに攻撃しているんですけれども、石川選手の状態が非常にいいのでしっかり対応できてますね。いや、振り分けてきました、はい、ナイスボールです。見事に打ち分けています、この揺さぶり、体勢が崩れてないですよね、石川選手、ラリーの中でも、はい、やはりコース取りが分かっているので、しっかりと読んでます。どっしりとした感じが確かに石川選手にありますね、はい、そうですね、はい、まあ、どこに来ても打ち返すというその石川を崩したいんですが、一気に6ポイント。まだバックハンドの調子が上がってないですね、はい、やはり表ソフトはのバックハンドは、はい、やはりいい時はいいんですけれども、やはり自分が入らなくなると、まあ、どこの位置で打てばいいのかというのが、はい、ここが非常に表ソフトを、まあ、そうですね、使っている選手非常に、まあ、難しい部分なんですけれども、はい、まあ、試合の中で修正していかないと、はい、いけないので、まあ、最大の武器でありまた難しさがそこにあるわけですね、はい、そうなんですよね。きっかけをつかめるか木原。このあたりうまさがあります、はい、今もしっかりとコースを読んでますよね、はい、木原選手のバックに対してもう対応しっかりと対応できてますよね。なんとか崩すような打ち方をしたいんですけど、はい、まあ、今サイド厳しく打つことができましたね。ここでしのげるか。少しずつバックも回転をかけたドライブであったり、はい、上から叩くバックハンドっていうところがですね入ってきたので、木原選手今呼んで離れてますけれども、はい、チャンスありますよ。もったいない、チャンスではあったんですが、そうですね、はい、
今しっかり回り込んだんですけれども、はい、これはポイントキャラに入ります。こういった形ですね、はい、しっかりとミドルについてからフォア側に厳しく、そうすることによって石川選手が少し台から下がってくれるので、はい、まあ、そういうパターンに多く木原選手は持ち込みたいですね。ここは連続ポイント、バックに長いサービスもあるので、はい、ここで勝負するかもしれないですよね。アホは前に行きました。ものすごいラリーから木原に入ります。少しずつ、はい、いい形になってきました。このバックここで、そうですね、タイムアウ ト、はいはい、石川選手の方だと思うんですけれども、やはり木原選手のバックハンドが少しずつ入ってきたんですね、はい、そうすることによって石川選手が左右に大きく揺さぶられる状態ですし、はい、まあ、そういった形を嫌がって今早めに石川選手の方がタイムアウトを取りました。リードしているのは石川選手ですが、はい、ちょっと流れを切ろうという意味もあるわけですか、はいはい、そうですね、はい、木原選手はやはり爆発力がありますので、はい、やはりそうですね、流れが木原選手の方に行ってしまうと、うん、今2対0でリードしてますけれども、はい、分からないということで、ここは勝負をかけた石川選手タイムアウトだと思うんですね。はい、さあこのタイムアウト明け、また一つ注目ではありますが、木原さん、はい、木原選手の方は少しずつバックハンドが入るようになってきたので、やはり石川選手を台から下げるような戦術であったり、うん、はい、サービスもですね少しずつ工夫してますので、まあ、ここは、はい、逆転できるチャンスなので、はい、タイムアウトのこの1本お互いに大事になってきます、はい、どちらにポイントが入るか。あっと石川に入ります。バックに長いサービス出したんですけれども、思ったよりボールが浅かったので、回転がかかっていたので、この1本大きいですね。そしてその大事なボール、そうですね、1本で分かっていたので、はい、石川選手声が出てますね。ゲームポイントに入っています。3ゲーム連取となるのか。ただ乗ってきている木原、何か分岐点になりそうなこの第3ゲームの終盤です。石川が一気に決めるか、しのげるか木原。打ち合いを制したのは石川、3ゲーム目を取りました。やはりレベルなラリーでした。最後、木原選手もしっかり、そうですね、最初逆チキータからの、はいはい、ラリーに持ち込んで、石川選手もフォア側に疲れたボール、体勢崩れずに、はいはい、打つことができたので、もう本当に最後の1本ハイレベルな、はい、ラリーですね、はい、そしてこの3ゲーム目石川選手取ったのは、やはりタイムアウトが良かったということになるんですよね。うん、この3対0にしたのは非常に石川選手にとっては大きいです。はい、まあ、そこをリードしているところでタイムアウトを取って、うまくこの木原選手のね、はい、流れというのを止めた感じになりましたので、そうですね、まあ、そういったところはやはり素晴らしいですよね。このあたりは石川陣営の冷静さというのも光っています。まあ、ですので木原選手もね、3ゲーム目の終盤からいいものは出てますんで、そうですね、はい、3ゲーム目6連続失点から、はい、まあ、そうですね、そうですね、追い上げたので、はい、まあ、そうですね、少しずつ自分の形にもなってますので、うん、はい、まずは4ゲーム目ですね、木原選手入り方、出だしですね、はい、大事になってくると思います。リードしたいというこの入りになりますが、石川のサーブ、石川に入ります。2年ぶりの決勝進出を目指す木原、ここもまた連続ポイントからのスタート。
フリックレシーブもいいんですけれども、はい、やはりミスということで石川選手のポイントになっているのは、はい、そうですね、痛いですよね。うん、回避されています。今石川選手が回り込んだのを見て、はい、フォア側に持ってきました。相手を見てプレーしてますね。完全に空いていました。ここもポイントが入ります。追いついた木原です。木原選手も後がないですし、はい、もう石川選手相手なので、まあ、思い切ってプレーするしかないので、もう自分のプレーですね、最後まで出してほしいなと思いますね。これでリードに変わりました。ただこの辺りのサーブ今ネットで入りましたね、はい、さあ木原が4対2。ネットに当たってからうまく対応しています。少しずつ木原選手もコース取りですね、ミドルをついたり両サイドうまくついてますので良くなってきてますね。さあこれで6対2になりました。まあ、確かに2ゲーム目までのどっしりとした石川のプレーとはちょっと変わってきています。揺さぶっています木原。ただこの辺りも対応してきたんですが、木原のポイント、台との距離もですね、プレーする位置もだいぶ木原選手は良くなりました。はい、ここも木原に入ります。ここは一気に木原が決めようかというような流れです。そうですね、この4ゲーム目は木原選手ペースで今のところ行ってますので、はい、石川選手はもう次のゲームのことをもう考えながら、はい、プレーしていると思います。この辺りは木原が取って3対1というゲームカウント。今11連続ポイントしたんです ね、木原選手。最初のポイント終わったところから、はい、あとはずっと木原選手がポイントを取ると。そうですね、はい、4ゲーム目は木原選手ラリーの中で、はい、長いラリーの中でもしっかりと左右ですね、はい、しっかり対応できてましたし、あとやはりバックハンドがだいぶですね良くなったので、まあ、それで4ゲーム目取れたのは非常に大きいと思いますので、はい、まあ、石川選手はもう3ゲーム取ってるということで、あ、こういう戦い方をするんだっていうのをまた石川選手は気持ちを切り替えてですね、はい、5ゲーム目、はい、プレーすると思いますので、もうお互いにやはり入り方ですね、はい、5ゲーム目の入り方どういう入り方をするかですね。ラリーの中で少しずつ木原選手の方が点数を取れてきているので、うん、石川選手は長いラリーにあまり持ち込みたくないかもしれないですね、はい、もう少し早めにサービスから3球目レシーブ4球目といった早い段階で勝負を早めに勝負を仕掛けてくるかもしれないですね。まあ、ですのでその入りがまず注目されるこの5ゲーム目、はい、木原のサーブで始まります。うん、いってきます。躍動感が出てきました。木原チキータレシーブに対して少しボールが高かったですね、はい、上からスマッシュです。逃しません。
うん、これも木原に入ります。少しずつバック今ドライブからの攻撃というところで動きがスムーズになったので、はい、木原選手ラリーでそうですねだいぶ良くなりましたね。うーん、石川選手は今のように、はい、もう早めに攻撃すると思います。はい、ラリー戦には持ち込みたくないという、はい、そういった思いがあるか。石川のサーブ、うん、このあたりも今も木原選手ラリー主導権握っていて、はい、ミスもったいないですよね。石川選手も受け身になってしまうと気持ちの部分でですね、はい、入れに行くプレーになってしまいますので、やはり攻撃的な、はい、プレーというのはこれから必要になってくるかなと思うんですね、はい、少しずつサービス、木原選手のサービスの回転というところでも、はい、思ったより回転がかかっているというところですね。そしてここも木原にポイントが入ります、はい、今バックに長いサービスが多いので、長いサービスを出すには、あ、今フォアに長い、そうですね、はい、入ってきました。今のようにフォア長いサービス、ミドルに長いサービスと、はいはい、コースを変えた方がいいかもしれないですね。そうすることによって、あ、フォア側に来るかもという、また頭に置いてプレーをすることになるので、お互いの駆け引きね、叩き腹に入ります。少しずつ石川選手、そうですね、ラリーの中で足が止まってきたかなというふうに思うんですよね。やはり、うん、このあたりも木原にポイント、次のことを考えたりとか、はい、考えが多くなってしまうと足が止まりやすいんですね。なのでもう少し足を、そうですね、足踏みをしながらとかというところでちょっとそうですね、工夫しながらしていかないと、流れが木原選手に完全に行ってしまうと、はい、石川選手は苦しくはなりますよね。うん、強く打ってきます。何かシンプルに考えたというような、はい、そういった対応になりました。シュートドライブですね、はい、少しそうですね、フォア側に多く集めるかもしれないですね。今バックが良くなってきたということで、フォア側に集めてからバック少し台から下げさせる戦術に変えるかもしれないですね、石川選手。うーん、ここは連続ポイント、ここで木原選手、はい、タイムアウト、そうですね、はい、少し流れが木原選手の方に行ってですね、はい、ちょっと木原選手もあれと言った、うん、今もそうですね、代表のプレーをネットで、はい、ネットミスしてちょっと嫌な、はい、形なので、ここでタイムアウトを取りました。一本リードしているといったところのタイムアウトですよね、はい、ここでタイムアウトを取ってなんとか8-6にしたいタイムアウトなんですね。セブンオールになってしまうと、はい、石川選手がそのまま行く可能性があるので、はい、ここで1本リードしているところのタイムアウトなんですね。まあ、ただ第3ゲームの終盤から木原のいい面が出ておりますので、はい、そうですね、はい、ラリーの中では木原選手の方が主導権握っている形になってますが、また石川選手はこれがダメだったらこれという引き出しの多さもありますので、はい、そういったところで今うまくフォア側にも集めてるんですね、石川選手。先ほども石川のタイムアウト明け、見事に石川がその設計も取ったということがありましたので、ここも木原がそういったタイムアウトにできるか。あと1本あと木原選手がサービスあるので、はい、まあ、そういったアドバイスもあったと思うんですね、はい、ここは木原ポイントを取りたい。このサーブ、ラッキーな形になりました。
木原に入ります。やはり木原選手のフォア側に打ってますね、はい、石川選手。ただサーブも変化をつけていますこの石川。バックで対応、バックで対応することによって、はい、表ソフトなので少しナックルのボールになるんですね、はい、少しやりづらさはありますので、まあ、そういった工夫見られますね。これも木原に入る。バックはもう調子戻しました、はいはい、今のような弾きですよね、パンという弾き、いい弾きをしてますので、こういったそうですねラリーは石川選手したくないですね。ゲームポイントに入っています。ゲームカウントは3対1、石川リードではありますが、ここで木原が取りました。ゲームカウント3対2、3対0というところから2ゲーム取ったというキャラになります、はい、セブンシックスで木原選手タイムアウトを取ってですね、はい、ネットでまあラッキーなポイントでしたけれども、やはりバックでの感覚というのがもう完全にもう取り戻してますので、はい、そしてバックでの石川選手ミドルへの攻撃だったりコース取りもだんだん良くなってきました。ラリーの主導権は今木原選手がありますので、はい、石川選手としてはそうですね、もう少しフォア側に集めて、はい、その後にバック側といった形でまたバック側バックを少し狂わすような、はいはい、戦い方をしたいなというふうに思うんですよね、はい、まあ、ですので木原のバックの威力がかなり増してますので、うん、これを、ね、崩していきたいという石川サイドになります、はい、うまくミドルも攻められているので、はい、足が止まりやすいんですよね。やはりミドルに攻められる、体の近くに攻められることによって足が止まってしまうので、はい、そして考える時間が多くなるとまたそうですね、ラリーの中でも足が動けないというところで、木原選手今のように足踏みとか、はい、しっかり足を動かすような意識を常に持っているんですね。そして石川選手は今考えながらしているので、まあ、そういったところですね。ただまだ石川選手の方が3対2ですね、はい、うん、なので、まあ、ここでまた違った戦い方をしたいですよね石川選手は。わー、気合が入ってまいりました。6ゲーム目に入っています。まずは石川のポイント。このフォアの前に打ってきたんですが、そのサーブ木原もよく動いています。やはりフォアサイドに集めてますね、はい、そのボールを木原選手も体勢崩れずにフォアドライブできているので、もう少し回転であったりスピードというところを、まあ、リスク伴いますけれども、もう少し早めにそうですねスピードあるボールをフォアサイドに持ってきたいですね、はい、石川選手は。ミドル正面に打ってきました。お互いにミドル両サイドといったコース取りをしているんですけれども、はい、そのミドルに疲れたボールをいかに自分のボールにして打てるかどうかというところがですね、このゲームポイントになってきそうな気がしますね。木原も負けていません。表ソフトのドライブもしているので、はい、だんだんそうですね、表ソフト安定性というところが、はい、高くなってきましたね。珍しいですね。ちょっと点を上げました。やはりラリーが多くなりますので、しっかり連続攻撃する気持ちというのは強く持った方がいいと思うんですね、
これは外れます。譲らずという形で進んでいきます。そうですね、点数が離れなければ、はい、石川選手もそうですね、最後のそうですね、戦術も考えていると思いますので、はい、またフォアというところから、石川に入ります。石川選手はフォアサイドに持っていって少しゆっくりなボールだったんですけれども、はい、大きく揺さぶることができたので、はい、まあ、こういったそうですね、パターン多くしていきたいですね。あと緩急つけた攻撃、ゆっくりなボール、強いドライブですね。コモフォアに集めて石川ポイントです。まあ、いかにあのバックを封じるかっていうのは確かに感じますね、はい、そうですね、はい、今も少しゆっくりなボールをミドルに攻撃したんですね、はい、ここはサーブからもう一回来ました。バックハンド、はい、良くなりました、はい、しっかり試合の中で修正していく能力というのもですね、はい、身についてきましたね。ここ追いつきたい木原です。おー、ナイスボール。おっと、これはまた石川うまく返しています。もう気持ちでブロックしました、はい、非常に難しいコースだったんですが、はい、体勢崩れていたんですけれども角度が合ってますよね、はい、この一本大きいです。気合がみなぎっています。あー、もったいないですね。ポイント、石川選手のサービスもナックルサービス横下、はい、などですね、フォア前も工夫してるんですね。バックで対応しています。ただ石川に入りました。石川が9ポイントまで来ています。ミドルの打ち合いから、ここはキャラに入ります。さあ、もう一回粘れるかという局面にはキャラが入っています。そうですね、はい、しっかりとラリーに持ち込みたいですね、はい、ただうまく今ミドル攻めてます、はい、コース取りがいいですね、はい、これで石川佳純10ポイントまで来ています。マッチポイント、勝利しました。向上心、それを忘れない石川佳純、見事2年連続9回目決勝進出です。最後の石川選手のボール、はい、少しナックル性のボールだったと思うんですけれども、もうこのそうですね、4ゲーム目から木原選手のバックハンドは非常に良くなって、はい、そして木原選手ラリーでも主導権を握ってといって、そうですね、4ゲーム目、はい、5ゲーム目取って、石川選手も流れが木原選手に1点の中の6ゲーム目だったんですけれども、その中でもサービスの工夫であったり、はい、あと木原選手のバックサイドではなくフォア側に集めてですね、なんとかミスを誘うような6ゲーム目だったと思うんですよね、はい、そこでこの6ゲーム目勝ち切れたのは非常に石川選手とておきわ、はい、はもうナックル性の、はいはい、ドライブですよね、まあ、完全にこれ勢いが木原選手に来てましたんで、はい、これ厳しいかなと思われたんですが、そうですね、はい、私試合の中での、まあ、表情でも、まあ、納得してない表情だと思うんですよね、はい、まあ、その中でも勝ち切る強さというのは石川選手には持っていると思いますし、はい、また木原選手はやはり0対3というところ、はい、まず最初にバックハンドが入らなかった、そしてその中でですね、4ゲーム目からあるバックハンドの打つ位置も良くなってきたというところで、はい、もう少し早い段階でバックハンドの調子が戻れば、ね、まだまだ試合は分からなかったかなと思うんですが、はい、まあ、こういったところは石川選手のやはり試合のうまさ、あと7ゲームスマッチをこう、はい、トータルで考えたときに、ね、やはり相手をミスさせるうまさというのも、まあ、あったかなと思うんですね、まだ納得してない表情かもしれないんですけども、はい、ただ、まあ
そうですね、木原選手も、まあ、ベスト4に入ったということで、はい、まあ、今後にそうですね、生かせる試合だったかなというふうに思いますよね、うん、はい、東京オリンピックシングルスの代表内定している石川佳純が2年連続9回目の決勝進出、まあ、優勝なら5年ぶりということになりますが、見事な最後は戦いぶりということになりました。木原美悠16歳を破っての決勝、さあその決勝の相手は誰になるのかというところも注目されますが、27歳まだまだ向上するという、はい、この森本さん楽しみですね、この後ね。そうですね、はい、楽しみです。はい、ここまで天皇杯皇后杯2021年全日本卓球選手権大会女子準決勝、木原美悠対石川佳純の一戦をお届けしてまいりました。解説は元女子日本代表女子ホープスナショナルチームコーチ森本文恵さんでした。森本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。